はい、令和4年の5月に入りまして、暗号通貨、仮想通貨市場がですね、ものすごくきな臭くなってきて、ついに大暴落で、いろんな有名な仮想通貨投資家さんもさすがに引退してますね。で、たくさんの方が離脱して、もう暗号通貨終わったんじゃないかなっていうことは今までも何度もありました。何度もある中で、まあ有名な仮想通貨に強い投資家さんは何回も何回もそれをくぐり抜けて資産を増やしてきたんですけども、さすがに今回は無理だよねってことで結構離脱されてるんですよね。まあその中でもね、2014年から暗号通貨を毎日リサーチしてきた私、速稼塾の久保が、こういう時だからこそ強い通貨を見ていこうということでね、お届けしたいと思います。よろしくお願いします。現在ご覧いただいているのがコインゲッコなんですけども、軒並み暗号通貨市場ってのが一番右の方のグラフですよ。赤く染まってますよね。で、こういう時に強い通貨っていうのを見るのは単純なんですよ。緑のところがあるでしょ。例えば USD コイン、4位のコインですよね。それから7位のバイナンスコインっていうのね、これも緑ですよね。その他、ダイコインっていうのが18位にいます。値段を上げてるのもあるんですよ。CUSDC っていうのがね、これちょっとだけで上がってますよね。こういうのとか、TrueUSD っていう53位のコインです。で、65位の C ダイっていうコインですね。これもちょびっと上がってますよね。まあ横ばいと言ってもいいんですけども、あとは軒並みダダ下がりです。で、ランキングを落とせば落とすほど、その分だけ買われてるコインがあるのに気づくと思うんですよ。はい。XIDO ファイナンスっていうのはね、まあ横ばいと言ってもいいかなと思います。これは上がってますよね。11.5%。フレックスコイン。ね、こういう時にフレックスコインで儲けた人いるんじゃないですか？133位の方。誰かが買ってるから値段上がるわけですからね。ですから、決済したコインをフレックスに入れ替えてる人もいると思います。はい。マイコインですよね。これも、まあ横ばいのぐらいですかね。10% 以上上がってるのを探していきましょうか。あると思いますんでね。特にランキングを下げれば下げるほどそういうのが出てくるんではないかなっていうのが今までの傾向です。ミーウェイっていうのがちょっと上がってるかなってことですよね。あとは軒並み、ダメですね。ダメですね。全然ダメですね。すごいですね。全般的に資金が引き上げられてますね。全くなかったらどうしよう。あ、ちょっとチャートが出てないです。これは何が起きたんでしょうか。どういうわけかチャートが出ておりません。なんかトラブルですかね。なんか気な臭いですね、この辺のトラブルも。ちょっと待ってくださいね。更新してみますんで。あー、スティームのチャートが出てこないですね。でも、ダウン傾向が真ん中のパーセンテージで見えますので、これを追っていきましょうか。全部下がってますね。全部下がってる。見つからないじゃないか。本当にダメなのかな。なんか莫大な資金が引き上げられてますね。お、ネストプロトコル、これは 8.1% ですけども上がってますよね。他にもなんかないかな。あ、グラフが出なくなっちゃいましたね。自動追尾されてない。お、すごい。ポンデットルナっていうのが 98.6% ダウンになってます。いや、すごいですね。もうね、3割4割は当たり前みたいなことが今までもありましたけども、お、グラフが復活した。これいいじゃないですか。ルフィっていう、なんか、海賊王みたいな通貨、上がってますね、なぜか。原因はわかんないですよ。こういう現象を捉えていって、こういう時にも強いコインを知ることが大事なんですよ。雷反射指数ね。6番目。UXD ステーブルコイン。わけのわかんないコインです。もうこの辺に来たら、そんなコインあったのっていうのばっかりです。518、スノーバンク。スノーボールってのありましたよね、確かね。何だったんでしょうね、あれはね。スノーボールプロジェクト。ポップコーン。はい。7番目はどうでしょうか。真っ赤ですね。おー、これもダメか。真っ赤。Y っていうコインが上がってます。あー、またグラフが出てこなくなりました。まあ、これはほっといて。あ、これいいじゃないですか、これ。RT レッジャーってやつね。686位みたいな、本当にこのランキング外のやつってのは結構上がるんですよね、こういう時に。そういうお宝を探してるかどうかなんですよ。本当なんかワンコイン1円とかっていうのを、例えば1万円ずつ仕込んでおくと、その中の一つがね、大きく福利益を出してくれますんで。あ、これすごい。アネックスファイナンスってやつ 52%。 これはちょっとマーキングしときたいですよね。クリックしてみましょうか。アネックスファイナンス、これ強いじゃないですか。おー、ちょっとね、スクリーンショット撮っときます、これ。こういう時でも勝てるコイン。あれ？
11% 増しになってますね。なんでだろう。なんかさっき 50% とかって出てたはずなんですけども。オーネックス。52.何%が出てますよね。あ、これ7日なんだ。失礼しました。見るとこ間違ってました。11% で確かに。今までもちょっと間違えて言ってたかもしれません。すいません。真ん中の数字見ないといけないですね。今更何を間違えてるんだって感じですけども。はい。見つかんないですね、でもね。ほとんど。この24時間で 10% 以上値を上げてるコインっていうのが見つかんないです。あ、しかもページが切り替わらなくなっちゃった。はい。あるかな、ないかな。ないね、全然ね。全然ありませんね。これ何 ?590% 上がってますよ、これ。BNS トークンっていうのがあります。590% 7日間で上がってます。ちょっとこれ調べてみましょうか。へぇ、すごいですね。7日間。うん。これすごいじゃないですか。こんな中でも値を上げるコイン。これちょっと見ときましょうか。うん。へえ、すごい。こういうのもあるんですね。もう一回見に行きましょうか。例えば14日間とかだったら、わあ、バカバカ乱高下してますね。これは激しいですね。あ、もともと8円ぐらいのコインなんだ。あ、でもなんか結構暴落してるんですね、このコインはね。なるほどね。でもまあこうやって見ると、面白いというか、なんというか、いろんなものを感じちゃうな。もうほとんどないですね。でもね、1000円まで見たら、あ、これすごい。あ、でも7日間で見ると、14日間で見ると、7日間で見ると、うん、まあでもそんなにたくさん上がってるっていう感じじゃないですね。サイドシフト、うん、まあいろいろありますね、今ね、ほんと。まあ暴落してるときはね、こうやって値段を上げてるのそれでもあるだろうみたいな感じで見ていくと結構見えるんですよ。自分の買ってる通貨しか見ないし、基本的に。それでいいんですよ。いいんですけども、じゃあ自分の選んだ通貨に間違いはなかったのかなって見ると、この通貨を選んだときは良かったのにっていうのは結構見つかったりするんですよね。リッチってのは本当にリッチになるんでしょうか。なんか 6% しか上がってないのにグラフはものすごく極端ですよね。取引高が少ないからこういうことが言えるんですよね、きっと。まあこの辺にしておきましょうか。1000円まで見たんで、ほとんどないですね。つうかこの1000円以下のコインでも売買があるってのがすごいですね。なんかせっかく見たんですけども、特にヒントになることはなかったかもしれません。ただこういう時だからこそ値段が上がってる通貨を見ておくってのが大事なのかなと思ってますけどね、私はね。はい、じゃあ本日は以上です。